公平でーす今日も元気よくエフレメ2やっていきたいと思いますなんかね前回私ゲームオーバーになっちゃったかと思って急にやめちゃったんだけどあれで全然ゲームオーバーじゃなくて怖がらせるだけの特別イベントだったらしいだからね最初からになっちゃってるんだからカットかましていこうかなと思いますカットあ,<ー>あれさっきのところであの人の顔が出てくるはずだったんだけど出てこないのかな おどなんか脅かすだけだから全然ね死ぬとかないみたい今日驚いたら終わりねまあ大丈夫大丈夫ちゃんとなんか来るぞっていうこと分かってれば驚かないし大地前回不意地だったしねセーブしようと思ったらいきなり来たからさそれは良くないじゃんずるいと思いますよなんだこれ動かないぞあ後ろにも行けんのか待ってよ私どこ進んでんだ今 おなんかいる。子供だましだね。まるで。全くもって怖くない。だって襲いかかってこないし、無害だからね。見える子ちゃんってアニメ最近見てて、今日見終わったんだけど、かなり面白かったね。なんかそれを彷彿させるようなゲームなんじゃないかと思って。私、騎士感感じてるね。シンパシーってやつだね。なんか耳元で囁いてくんの何ですか、これ。特殊 ASMR。 これ進めてんかどうかわかんねえな。なんか、動作するやつがあったっけ方向でごい、ごー